丸曲げに似た中央部とその両側に輪がある曲げで三つ輪と同型。目掛けが言うことが多かったとされる。名前の由来は不明という。見た目は丸曲げに似ているが、曲げは三つの部分に分かれており、中央の輪の両側から少し小さい輪が覗くような形、あるいは銀杏返しの曲げに丸曲げを被せたような形とも見える。 曲げを三つの輪にして竹長などでまとめる点では三つ輪と同じ言い方であるが、丸曲げに似た中央の輪が大きい点で相違する。主として、半玄服の女性や目掛けが言う髪型であったという。1902年の東京の髪結いの談話に、長船は昨年から今春へかけ果て、ぽつぽつ見かけました。何とも言えない色気のある髪です。芝居のお目掛けといえばこれの髪です。 つく心持ちを映し出したものですと思いますとは申す。もののこれも曲げの口取りと格好で随分良い髪に見えて、交渉にて決意ないことはなからふと存じますとあり、当時は芝居などでも目掛けの髪型として定着していたらしいことがわかる。この他、不機人と郊外曲げを合成した髪型を指す場合もある。ABC 金沢安高。江戸結発師、青がいる棒。 ピアニッシモ37、371、ISBN47 億9050万5081、東洋紙のケツブリと新聞5377号付録、との花、ピアニッシモ、1から8。ありがとうございます。